お前がいないと仕事をする元気が出ない。お前は壊れた時計に心を痛めているのか。そういう顔をしている。そう感じる心が羨ましいな。まだわらわの時計を直す気はないのか。物分かりの悪い女だな。壊れていないものを直すことはできない。壊れているに決まっている。直せないなどと怠慢だ。私は職務を全うしている。お前こそフラフラで歩いて自分の役目をおろそかにしているだろう。役目な。わらわの役目なぞ大した意味はない。城で適当に執務をこなすだけじゃ。用意された椅子に何の意味がある？あいにく私は椅子に座って部下に命令をしているだけで終わる役目ではない。お前と違って忙しいんだ。構ってほしいのなら他を当たれ。人を暇人みたいに言うでない。用事がなければ誰がこんな辛気臭い場所へ陰気な男に会いに来るか。わらわの時計を直せ。そうすればお前に用はない。私も自分の職場にうるさい女が乗り込んできてほしくない。いいか、時計は壊れていない。壊れていないものは私にも直せないんだ。壊れていないはずが。壊れているとしたら時計じゃない。お前に問題があるんだ。うるさく騒ぎ立てるくせに考えることを知らん。これだから女は嫌いなんだ。頭が悪く口うるさい。
そうだな。お前は忙しいようだ。他を当たるとしよう。分かればいいんだ。お前、わらわの相手をしてくれないか。聞いての通り、わらわは振られてしまった。慰めておくれ。おい、そんなことをされたら余計に女性不信が悪化すると思うんだが。なりたくない。ずいぶんと仲良しなのだな。時計やユリウス・モンレイを落とすほどの手紙、わらわにもぜひ教えてほしい。よせ。なんじゃ、邪魔をする気か。なんだその意外そうな反応は。感謝もせず失礼なやつだ。痛い目を見た方がいいんじゃないか。お前は仲がいいな。
時計屋が女にうつつを抜かすとはな。面白い、面白いよ。わらわは面白いことが大好きだ。可愛らしい恋人たちを見ていると中を引き裂いてやりたくなる。恋人だとしても可愛らしいと評されるようなものにはなれないだろうな。そういうところが可愛いのじゃ。なーに、お前否定もできないほどハマり込んでいるのか。こいつは私の客だ。ハートの城がお前の城ならここは私の城。ここでお前に好き勝手はさせない。客人を含めな。客か。そういえばわらわの城の者も世話になっているようではないか。お前は厄介事を背負い込むのが好きなようだな、時計屋よ。苦ではないさ。こうしてお前と話しているよりはよっぽど楽しめる。お楽しみが過ぎて身を滅ぼさんこと。あの女は愚かな上にしつこい。怒っていても忘れた頃にまたやってくる。時計は壊れていないと何度言ってもだ。愚かだ。いた。何をするんだ。
いい天気だな。今は急ぎの仕事もない。もちろん仕事はしなければならないが、お前と過ごす時間も大事にしたい。ゆっくりするか。おう、また来てくれたんだな。いっつもなかなか時間が合わなくて悪いな。今ちょうど休憩中なんだ。散歩くらいなら付き合えるぜ。どうだ。風に当たりに行かないか。仕事が行き詰まっているわけじゃない。そうした方が仕事の能率がいいんだ。何って銃を向けてるんだけど、これから撃とうと思って。俺いつも考えなしに撃っちまうんだけどさ、あんただけはよく考えて撃ちたいと思うんだ。どうやったら苦しませられるか。お前のような考えなしに考えてもらえるとは光栄だ。狂った男に仕える狂ったウサギが考えを持てるとは意外なことだ。お前には思考回路などないのかと思っていた。ウサギなんて言うなよ。俺はブラッドの犬だ。あいつの敵なら噛みつくぜ。噛みついてみろ。知っての通り私はブラッド・デュプレの敵だ。ウサギの歯など痛くもない。あんたは楽に殺したくないんだよな。どういう風にやってほしい。
心配しなくても。考える必要などない。もう一度牢獄に送ってやろう、三月ウサギ。こんなところで眠る気か？止めはしないが。ウサギが気になるのか？無事だ。奴はしぶとい。この場所では私は無敵なのに。芋虫が邪魔したんだ。ウサギなのに犬と名乗るバカと同じくらいのバカだ。芋虫なのに自分ではミノムシだと言っている。私はどちらでもいいが。やつにルールに沿った順じゃないと言われて弾かれたんだ。邪魔が入ってお前の愛しいウサギは無事だったということだ。よかったな。
奴は脱獄囚だぞ。あんな奴と親しくしているとはな。ウサギに好かれる女だな。バカの同類と思われているのかもしれないぞ。仕事に行ってくる。おとなしく待っているんだぞ。なるべく早く帰ってくるから私の帰りを待っていてくれ。もし時間に余裕があるなら、君も旅に出てみないか？君は方向感覚がいいみたいだから、道に迷うことなく楽しめるんじゃないかな。でも、俺みたいに迷う旅ってのも、それなりに楽しいものなんだぜ。迷ってこその人生だ。とうとう舞踏会だ。出かけようか。